しゃいませ、こんにちは。アリメルチャンネルへようこそ。クイックリして行ってくださいね。それではゴー。今日は3月18日から開催されたクラミちゃんのね当たりくじを引いてきました。今回のデザインは悪魔と天使のね可愛いオリジナルデザインになっています。ラインナップをご紹介します。テーブルが2本、ぬいぐるみの天使が2本、アクリル製ジュエリースタンドが4本、カトラリーセットの天使が5本、悪魔5本、メラニントレイの天使が5本、悪魔5本、ミニトートバッグの天使が5本、悪魔5本、マットの天使5本、悪魔が5本、クリアポーチの天使が6本、悪魔6本、タンブラーグラス10本、そしてラストスペシャル賞のぬいぐるみの悪魔になります。クリアポーチの天使になります。かぶってしまったんですけども、デザインがねとっても可愛いですよね。開封しました。とてもね可愛いね、ハートのステッキを持っているくるみちゃんです。折り場もね2つついています。裏を向けるとこのようにね3つボタンがついています。パチッと開けるとこんな風に全部ね開けるとこんな風に大きくね広げられるようになっています。アクリルスタンドのね大きいやつとかね入れれそうですよね。とても可愛いです。マットの天使と悪魔になります。母がね2つとも当ててくれましたね。とても可愛いよね。色合いがね天使の方は紫っぽい感じになってますね。ウィンクしてるクロミちゃんがとても可愛いです。の方になります。ちょっとね光っちゃってるんですけども、こんな風にね表情が違うクロミちゃんが3人ねいますね。ドクくんのステッキ持ってるのもすごいね可愛いなと思います。ピンクの縁取りになってて内側はねブラックになっています。大きさは 60×40 の結構大きいサイズのねマットになっています。裏側はこのように滑り止めもついてるのでとてもね役立ってくれそうです。メラミントレイの天使と悪魔になります。こちらもね母が当ててくれました。まずは天使からですね。デザインの違うねクロミちゃんが3種類います。とてもねそれぞれ可愛いです。色はね紫っぽい色合いになってます。裏はこのようにホワイトの無地ですねになっています。そして悪魔の方です。こちらも可愛いね。全体的にねブラックのお色なんですけども、なんかクラミちゃんがちょっとドラキュラっぽい感じがねとても可愛いなと思います。クラミちゃんの当たりくじをご紹介させていただきました。クラミちゃん大好きな母がテーブルが欲しいと言ってたのでね、また引きに行くかもしれません。天使と悪魔のデザインでとってもね可愛かったです。こちらのくじは全国のファミリーマートさんやサンリオショップでね開催しています。
気になった方はぜひぜひ挑戦してみてください。今日もご視聴していただきありがとうございました。ではでは、また。